沖縄の世界遺産、首里城で火災が起き、西殿、北殿、南殿が全焼してしまった。とても悲しい。どうして燃えたのか。ツイッターでは左の人たちが、安倍のせいだ、ネトウヨのせいだ、と、意味のわからない主張で騒いでいるみたいだけど。そんな中、玉城デニー知事が韓国へ出発したみたいだよ。玉城知事は、日韓関係が回復する兆しもあり、地域と地域の絆を強くするために、セールスを展開する。直接関係者に会って、観光の充実を図るため、沖縄を訪れるよう要請する、と話してたみたい。出発したのは30日だから何とも言えないけど、タイミングが悪すぎるよ。玉城デニー知事は日本に戻って、すぐにでも状況確認をし、記者会見を開いた方がいいと思う。首里城といえば、沖縄観光の主役と言っても過言ではないでしょ。そんな首里城での火災で、今後の沖縄観光業はかなりの打撃を受けると思うんだよ。多くの観光客は首里城を目的に観光に来てるでしょ。首里城が燃えて見れなくなったのなら、韓国人を呼ぶとか、そんな軽い問題じゃなくなってるから。ネットでも、こんなことやってる場合じゃないぞ。その観光資源が燃えてるのにね。お前はそれどころじゃねえだろ。中止してさっさと帰ってこいよ。どっちが大切なんだよ。即座に帰国しろや。でね、今すぐ帰ってこい。自治体のトップなんだから、沖縄のことだけ考えてろよ。タイミングが悪いのではなく、年中旅行して遊んでるから重なるだけ。タイミング悪すぎだろ、と、早く帰ってくるようにと促す声で溢れてるみたいだよ。当然だよね。だって、世界遺産、首里城が燃えたんだよ。トンボ返りが常識だと思う。とにかく玉城デニー知事は、今すぐに戻って、首里城の火災の原因と、今後の復旧に向けた取り組みについて、早急に協議をしてください。韓国なんかに行ってる場合ではないですから。とにかく警察は、原因を調べ、もしも放火であれば、その犯人を早く捕まえてください。は、首里城の修復にどれだけの時間がかかるのか。とても心配だ。憂鬱だよ。